はい、というわけで、じゃあ私が大学生活、今私は経済学部の今4回生で、北浦あゆなというものなんですけれども、今大学に入ってから、4年間いろいろともうちょっと打ち込んできたことがあって、それを通して、どう思ったのかっていう話を、ちょっと皆さんに紹介したいなと思います。で、今ここに書いてある通りで、今日のテーマはピンボールメガネということなんですけど、ピンボールは皆さん遊んだことありますか？あんまなさそう。ありがとう。ありがとうございます。あれです。パソコンでよくあるね、マインスーパーとセットで遊ぶやつなんですけど、この2つのテーマですね、私が今大学でやってきた中で見つけた、私の見つけた素敵な法則っていうことで、まず1個がピンボールっていうのと、そのピンボールを見つける中で拾ったメガネかけてる人もいらっしゃると思うんですけど、その2つのテーマで今日はお話しさせていただきます。はいはい、これはピンボールです。ピンボールです。はい、でまずそもそも、じゃあ私このピンボールというものについてなんですけど、私がちょうど今から3年前、今4回生なんで1回生入った時のちょうど本当この時期です。めっちゃ困ってて、何かというと、自分がこう、大学入ったはいいんですけど、よくありますこの燃え尽き症候群ね、経験ありそうなんか方もいらっしゃるんですけど、大学入ってから何をしようかなってすごい迷ってて、で、その時にこうまず私の、そうですね、この球ピンボールって最初バーンっていくんですけど、その加速あれがその原則的にどん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 何しようってすごい鬱屈としてた時期がありました。でその時に私が最初にぶつかった壁っていうのがあって、で、それを紹介するんですけど、その時はそうですね、経済豊中総合会館があって、そこの授業をしてた時に一人の人がやってきたんですね。授業が始まる授業前にこうちょっと携帯をいじりながら、どうしようと思ってこう私が、その暇をしていたら、突然一人の人がこうパッてちょうどこんな感じでこう失礼しますって入ってきて、おなんだと思ったら、その人曰くこうインターンシップの紹介をしに来たと。この夏休みにこう大学生が議員の下で、そのいろんな社会体験をしようっていうプログラムがあるから、これどうですかっていうお話を紹介をしてくれました。で、私はびっくりして、なんでかって言ったら、私も、すっごい緊張してなかなか、あれなんですけど、まずこんな大勢の前で、喋りに来て、堂々と喋って、で、さっそうと帰っていった。その人の姿にすっごい私はまず惹かれたので、これなんだろうと思って、そのインターンシップ、インターン別にそんな興味なかったんですけど、そういう人みたいになれるんだったら、私ちょっとこのインターンありかなと思って、やったのが、まず一つ目の、私にとってのこの反射角、入射角の壁だったんですね。その人に惹かれて、そのインターンシップを参加したんですけど、その参加してからすごい変わって、その大学1回生の時はすごいすごいつまんないなという思ってたんですけど、インターンシップ始まってからは、マジかと思って、何が楽しかったかっていうと、その議員の下でインターンシップをするんですけど、議員の人をはじめとして、本当に毎日違う人と出会って、自分の、言うたら今まで大人の人って家族と先生しか知らなかったんですけど、それからはすごいその議員の人としてこう、いろんな企業で働いてたりとか、いろんな分野で頑張ってる人、その人がどういう生き様をしてきたかとか、そういう話をすっごい毎日聞けて、私にとってはすごい、1回生のやつから暑い夏を過ごせたなと思ってます、思いました。で、それが一つの、まず私の、そのキーポイントというか、ピンボールに例えるのがその角でここに壁に当たって、でもその夏休みは一緒になったんですけど、それが終わってからまたその新たなこうあれですね、こうポールを飛ばしたとまたこうシュッて戻ると思うんですけど、その時また次の角でどう当たるかっていうところにぶち当たりました。でそれは何かって言ったら、2ヶ月が終わってから、1回生の秋ですよね。で秋からじゃあ今度どうしようってなって、そのインターンシップ自体 そのスタッフをするかどうかっていうところ、私がこう普通に授業を受ける前に行った時にこうやってきた人のように、今度スタッフとしてこれを自分が経験したものをその人にどんどん届けていこうっていうので、スタッフをしようかどうかっていう選択が一つあったんですけど、非常に悩みましたね。私のその性格としてその一個をやるときにすっごい悩んだ、もうめっちゃ優柔不断で悩んだ末に結局やるんですけど、
で、まあ結局は、でもその時も悩んでて、どうしようって思ってたら、私のその、自分のインターンの2ヶ月間を見てくださってたスタッフの人がいらっしゃって、まあその人が一通のメールをくれて、まあ君はこういういいとこがあって、まあつまりはこう一緒にスタッフやらへんみたいなのもらって、まあ、そのメールを見て初めて、あ、じゃあもうここまで悩んだったらやろうと思って、設計がそのスタッフをやったんですね。まあ、それが私にとってのその大学入ってから2つ目のカードでバンバンってなって、まあそれはスタッフになってから大変で非常に、まあ、スタッフやることはすごい大変だったんですけど、まあその中でやっぱりその大変だったのはその楽しいことを一緒にできる子っていうのはよく、まあ、いると思うんですけど、まあ、その中ででもその苦労することを一緒にやってきた子っていうことで、まあ、すごい深い人間関係ができたなと思ってます。うん、で、まあ、そうですね、まあ、その何が言いたいかというと、私こう今までの人生っていう自分が、まあ、多分皆さんここに足を運んでくださったのも何かしらのきっかけがあったんだと思うんですけど、自分がやりたいこと、自分の人生っていうのは結局はこう人によってしか変わらないなと思って、うん、なんかこう例えばこう自分がこうすごい決意の朝にっていう歌はあるけど、その何か決意をするけれども、まあ、大体次の日起きたら大体一元ブッチしてないですか。まあそういう意見ある人もいるかもしれないですけど、まあ、それで、まあ、その人自分がどう変わるか、自分がどう生きてきてどう変わっていくかっていうのはやっぱりさ、自分が付き合う人でしか決まるというか、逆に言ったら自分その人を出会わないと自分は変わらないんだなってことにすごい思ってましたね。なので私はそのインターンを参加して、まあ、スタッフをして、まあ、最終的に代表という立場とかもさせてもらったんですけど、まあ、私が入学した時とか、まあ、ほんまにその前でこうやって喋るのもうわーってこう絶対多分引き受けせなかったですし、まあ、そういうリーダー的な立場とかも自分はやったことなかったんで、そう立候補とか絶対思わなかったんですけど、まあ、そこでその出会った人たちの考え方とかそこで経験したことによって、まあこうまあ、今日はこういい機会をいただいて、まあ、喋らせてもらったんですけど、まあ何まあ、つまりはそうですね、そのピンボールっていう話で何が言いたいかというと、こう私たちはこう玉なんですよね。こう玉でこうそれでどの壁に当たっていったかによって本当に、まあ、自分の進む道とか、まあ、その方向であったりとかその加速であったりっていうのはすごい変わってくるなっていうので、まあ、つまりはだからまあ人を大事にしようってすごい、まあ、そのまあ月並みではあるんですけど、まあ、そこにまず私が気づけたのがこの活動を通して得たことかなって思ってます。はい、でもう一つがですね、メガネをかけてる方、うん、コンタクトの方は、ほうほう、え、裸眼の人いるんですか。あー好きな、いやそうなの、まあ、私もコンタクトですけどね。はい、でまあその ここで何が言いたいかというとですね、そのメガネをかけること、まあ別にね、まあいいんですけどね、コンタクトでもそっちでも、でもここは、まあ、何かっていうと、この私がその人生ピンボールじゃんって思う中で、ああもしかしてなこれはなるほどって思ったことなんですけど、まあこれを、そうですね、これはご存知ですか、何の種類かご存知ですか。大阪城です。イエス。まあ、ちなみに私姫路出身なんで姫路城にしようか迷ったんですけど、まあここは大阪なんでね、合わせときました。でまああのまあ、これが大阪城で、まあ、普通に見たらこうね見えるんですけど、どうどどん、こうこれは何かというと、メガネをかけて見てるので、まあ、普通はまあどこが合うやろうっていうところなんですけど、そうじゃなくてこれは違います。自分にどこが合ってないメガネ、つまり違う人のメガネをかけているから、まあ、こうなってるんですね。まあつまりです、まあつまりじゃないです、あのこの話は、あの私がこうスタッフを始めてから、まずこのメインとなった活動っていうのが、この今度自分自身スタッフとして、じゃこういうインターンシップがあるんですよっていうのを、この、まあ、その半大なりこういろんな大学に届けていくっていうのがまず一つの大きな活動でした。で最初はその自分、私自身がこうインターンを通してすごいこの変われたというか、いい経験をさせてもらったなって思ってるんで、まあそのまあ、そのそういう気持ちを、そのピュアな気持ちでやってたんですけど、まあ、まあ多分企業とかに行ってもそうだと思うんですけど、やっぱりその目標とする数字っていうのがあって、こう絶対この最終的には何人集めたいから、今週は何人行く、じゃあ反対だったらこの日割りで何人やねみたいな、そういうところでやってたので、まあ
ってやってると、まあ、そしたらもうなんかな何をしてるか分かんなくなってきて、私はこの人にインターンシップを進めて、まあ、いいきっかけ作りをしてほしいんだけれども、まあでも、まあ、それがこう湾曲してきて、でもこの子が参加してくれないと今週の目標が達成しないからやばいみたいな、そういう感じでこう進めるようになってる自分がいて、まあね、そんなことしてたらよくこうピンポンじゃないですか、開けるじゃないですか、まあ、セールスマンが、まあ、このまだそんなにあれか、私も実家にいた時セールスマンは誰も来なかったんですけど、こう足を突っ込むセールスマンみたいな非常に鬱陶しい存在になったと思いますですね。でもだからそれでこうその自分 の, そのあこの目標の数字が達成できないっていうのは、それは自分の視野というか自分の目線でしかないんですよね。でも相手からしたら、その数あるこう大学生活で広い選択肢がある中の一個として、まあ、じゃあそのインターンもあるんですかと、まあ、それも考えてみようかなっていうつもりでやってるのに、そこがすごいすごいその押されるとこう引くじゃないですか。こう女性陣の皆さんもなんかこうデート行こうってすっごい言われたらちょっと引くじゃないですか。まあ、男性はこう誘われるのかな、わかんないですいや、いいと思うんですけども、なので、まあ、その自分の目線と相手の目線の違いっていうのはすごくそのスタッフ生活してる中で痛感しました。なので、まあ、これは何が言いたいかっていうと、その相手の眼鏡をかけること、例えばこうそうですね、まあ、それこそデートの例で言うと、自分はこの意中のことを、あ、めっちゃいい子やから一緒にご飯行きたいなって思うんですけど、まあ、その子からしたら自分は そこまでそんな大きな存在にはなっていないかもしれない、多分おそらく最初は大体そうでしょうと。なんですけど、じゃあその場合自分のその願いを達成するためにどうしたらいいかっていうと、まあ、その子がしたいことをまず聞かないと思うんですよね。まあよくあるねって言ったら、その私はちょっとペペロンチーノが好きなのと、だったらいいお店ができたから行かないっていう、まあ、よくある誘い文句なんですけど、まあ、自分のこの意図を通し、自分の意図を直接提出しようっていうんじゃなくて、あ、じゃあこの子はこういうことに興味があるから、じゃあこれをこうやったら達成できるよっていうふうに、こう相手は何を求めてるのかっていうのを、まあ、それをこう聞かない限りは何もできないなと思って、まあ、私はその時そのインターンを進めそのスタッフ、まあ、今もやってるんですけど、こうスタッフとしてこうインターンを進める時、そのメガネをこう持ち出してから、それはすごい楽しくなって、あ、この子はなるほど、国際系で働きたいんだったらこういう議員さんがいるから、じゃあそういうところでやったらいいんじゃないとか、こうそれを聞き出して、その子に合わせたその紹介をするっていう風にすると、そしたらやっぱり相手の心もやっぱりこっちを向いてくれるんですよね。それまではインターン、すごくその子にとってはなんかインターンシップの参加をすごく押してくる人っていう存在だったのが、そこからこう、あ、自分の悩みを解決してくれる人っていう、この子は何が、あ、じゃあ私はこういうことをしたいって言ったら、あ、じゃあだったらこういう手段で解決できるよっていう風にできますよという風な考え方っていうのを一つ持ってたのが、私がこのスタッフみたいなスタッフ、運営スタッフをする上で得たことの大きなことでですね。なので、はい。ので、あ、これは、あの、何の像かな。まあ、同じそのスタッフ仲間なんですけど、まあ、つまり私が今日伝えたいことっていうのが、まあ、結局はこう、この私たちこう生きていく道っていうのは、こうどういう人と関わって、その人とどういう関係を作っていったか、まあ、それでしか変われない、この、今までと同じその反射角があって、入射角があって、まあ、そこにどこにぶつかるかによって自分の進む道って本当に変わってくるなと思ってて、まあ、なので、まあ、だからそのもし、なんだろう、こう自分、何か変えたいなとか思うことがあったら、まあ、それはまずその付き合う人であったりとか、でも今付き合ってる人とどうぶつかるかっていうのを、それを変えていくことが自分の変化っていうのにつながるのかなっていうのが、すごく私がこの大学生活を持って通して思ったことで、でもう一つはまあこういう仲間ができたのもそうですし、でそれでその、まあ、そのぶつかっていく人と相対するときに、こうまず意識するのは、その相手の眼鏡を自分の眼鏡で、ね、まあまあ、かけないと見えないんですけど、こう相手の眼鏡をかけて、その子は一体何を求めているのかなっていう、そういうところに焦点を合わせていったら、こうより良い、より良い、より良いって言ったらすごい抽象的なんですけどね、その人といい関係が作れて、またその人とのきっかけでまた違うボールの向きがどんどん変わっていくかもしれないなっていうところで、まあ、そのピンボールと眼鏡で、まあ、何のこっちゃっていう題名だったと思うんですけど、まあ、そういうのをかけるっていうところで、まあ、これから
まあ、その余生じゃないね、長い人生があると思うんですけど、それを意識しながら行くと、もうよりよくこう自分の願っていることとか相手の願っていることを叶えられる、より素敵な生活を送られるんじゃないかなって思いましたので、はい、というところで私のメッセージとしては、はい、メガネをかけましょうっていうことです。コンタクトもおすすめです。はい、すいません、今日本当にご清聴ありがとうございました。